プリンセスの岸谷香織です。富田恭子です。中山かな子です。今野智子です。渡辺敦子です。さてプリンセスプリンセスオールナイトニッポンのパーソナリティ初めて始まってしまいましたね。大丈夫、みんな眠いよね。今野さん喋りなさい。大丈夫起きてます。いやもうはっきり言って今日は何人寝るか、それがもう心配で心配でたまらない私たちですけれどもメンバー全員で生放送っていうのはもう本当にこれすごい久しぶりなんだよね。30年、20年一体どこから来て何歳20年ぶりぐらいということで、本当に今日はどうなってしまうのやら大変心配です。どうぞ皆さんも心配しながら聞いてください。さて普段この時間何してるのみんな。私は自慢じゃないけど寝てますよ。だいたい寝てる。てかもう寝ようとしてる。きょんちゃんはくつろぎたい。パンは寝てる。ともちゃんはね、ともちゃんは寝てる。パンっていうあだ名なの。寝かしつけてるね。寝かしつけてるね。まだ寝かしつけしてんの？起きてない？なんか私の方が先寝ちゃうね。そうだよね。あこちゃんは働いてんの？私はね、お風呂に入っているか、まあちょっと明日のなんか支度をしているみたいな。明日の支度。全然起きてる。あ、本当。かなちゃん起きてそうだよね。私ね、あの10時までにお酒をやめようとしつつ、もう一杯飲みたいとか悩んでる時間帯中。あ、そうなんだ。まああの割と比較的皆さんくつろいでる時間帯なので今日は本当に大変です。なかなかあの最後まで行き着くかどうか心配ですが、まあ今日は頑張ります。それではプリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。改めましてこんばんは。プリンセスプリンセスの岸谷香織です。富田恭子です。中山かな子です。今野智子です。渡辺敦子です。さてオールナイトニッポンは今年で45周年だって。すごいよね。さっき話してたんだけど私ちょうど45歳だから。そうね、おじちゃんと同じ。すごい長いよね。びっくりしちゃうよね。まあ、それを記念して毎週金曜日のオールナイトニッポンゴールドは、週替わりのパーソナリティでお送りしているんだって。はい、今夜は私たちプリンセスプリンセスが5人揃って生放送でお届けします。こんなこともあるもんだ ね。16年前には想像もしなかったね。本当だね。で今日はね、若いリスナーの皆さんは、まあ、プリンセスプリンセスを知らない人もたくさんいるんではないかということで簡単にね、プリンセスプリンセスを紹介するぞって書いてあるんだけど、どうでしょうね。リーダーから紹介してくださいよ。まあ、女性5人の編成による、編成によるあのポップロックバンド、ジャンルで言えば。そうだね。ね、それで、で、あの CD セールスとかその集客とか、あのまあ日本で一番。世界で一番そんなこと、それはそれ大きく言い過ぎ、まあでも、まあ、ご立派な結果を昔残しましたよと、ね、そうですね、で代表曲はダイヤモンド。そうですね。はい、大体こんなところで分かっていただけないね。まだこれからだから今日2時間通してぜひあの若いリスナーの方はプリンセスプリンセスってこんなバンドなんだなってあの思っていただけたらいいですね。はい、さて、96年にプリンセスプリンセスは解散したんですけれども、それから16年経っています。再結成のことをねずっと待っててくれた方も多いはずだと思いますけれども、まあその皆さんとの再会に感謝、それからね新しい出会いにも感謝ということで、七夕の前日なんだよね今日。七夕さんですよね。飾った七夕の飾り。あ、でも子供が持ってきた笹飾り。笹の葉、うん、そうか、幼稚園までだよねあれもらってくるのね。1年生だけど持ってきたよ。あ、ほんと、そうなんだ。すっかり今年何もあってない。うちはね、あの図書室の飾り付けをした。七夕のへボランティアやってるからね。あ、そうなの。今野さん、あこちゃんね学校とかでは
どうだったかな大人はやってないの願い事ほら立派なミュージシャンになりますようにとかさ、うん、やってないですね。だってそれなんか取り入れたらなんか叶うかなっていう、ね、来年からやりましょうか ね、 ね、 そうですね、うん、かなちゃんはなかなか遠慮そうな人生って感じがするけれど短冊とはねえ、なんか子供の時にさ学級委員になりたいって書いてさ飾ったの思い出してますなっちゃんみたいな意外だよね。慣れなかったからね、飼育係でね。なるほど。まあそんな感じで、まあ今日はですね、この素晴らしい出会いと再会に感謝して、今夜はプリプリ大感謝祭。みんな言わなきゃダメだよね。もう一回やろうね。じゃあ今夜はプリプリ大感謝祭。遅いね、はい、デビューから再結成までおよそ30年分の感謝を込めて、普段はめったに喋らないことっていうのもあまりないんですけど、まあなかなか話題に出ないこと、きっとお話しするのは初めてなんてことも、今日は本音でおしゃべりします、うん、いつもでもいろいろおしゃべりしてるけどね。じゃあもう皆さんから今日はですね、メールたくさんいただきたいと思います。生放送なんでね、途中でたくさん紹介できると思います、受付アドレスをもう紹介しちゃいましょうか。はい、はい、じゃあ富田が紹介します。プリプリアットマークオールナイトニッポンドットコム、プリプリアットマークオールナイトニッポンドットコム。プリプリのスペルは PRIPRI です。受付ファックス番号は 0570-02-1242、 0570-02-1242 失礼。私たちのメッセージ、曲のリクエストも大歓迎です。はい、どんなメールが来るかしらね、うん、どんなのがいい。いやもう何でも来いで、何でも来いだろ。来いだろ。さすがだね。もう捨てるもんないし。そっか、もう失うものは何もないってアッコちゃんが言ってますから、どうぞ皆さんいろんな質問を特にアッコちゃんに集中して送っていただきたいと思います。それではまずご挨拶代わりで、もう散々喋りましたけど、ご挨拶代わりにまず1曲、プリンセスプリンセスで19 Growing Up。5人と一緒に特別な夜にしよう。プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。改めましてプリンセスプリンセスの岸谷香織です。富田京子です。中山かな子です。今野智子です。渡辺敦子です。さて今日はプリプリ大感謝祭と題して、何でも本音でおしゃべりするというプリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。早速ファックスじゃなくてもうメールしてごめんね。もう本当浦島太郎だから許して。メールが本当昔メールなんて来なかったからね。そうですね。どこにも来なかったよね。昔はメールなんて来ています、はい。大好きなプリプリが大好きなオールナイトをやるなんて感激です。この110分めちゃめちゃ楽しみにしているので頑張ってくださいというのはね、沙織さん35、沙織35さんから。プリンセスプリンセスのメンバーが再結成を決めた被災地への思いを忘れずに、私にできる応援をしていきたいと思います。じゃあ頑張ってくださいねというメールをいただきましたけど、ありがとうございます。35だから35歳なのかな、ね、なかなか起きてるのは辛い年齢だと思いますがいやまだいやまだでしょ、まだまだかまだまだ。さあその被災地への思いといえばね、プリンセスプリンセスもなぜ再結成に至ったか、まあいろんなところでいろいろおしゃべりしていますけど、うんうん、せっかくなのでどなたか生の声を、はい、じゃあ一番眠そうにしている、うん、そうですね。目が覚めてる。いやーかなちゃんお願い、みんなでしゃべろうよ。じゃあ、ね、じゃあいいよ。ことの始まりは、はい、きょんちゃんのメールなんだよね。そうだったね、きょんちゃんね、うん、きょんちゃんがなんてメールを出したの。
私ほら再結成しようじゃないよね。みんなは元気かな。元気嘘だよ。元気かな。みんなは自身でほらいろいろ大変なことありませんでしたか。私は大丈夫ですっていうね。でみんな元気ですとか大丈夫って返事とかね。でもさほら元気なうちに会わないとみたいなことも書いてなかったっけ。まあね。そういうこともどんちゃんいい。ね、会えるうちに会わないとっていう、ね、いつでもね会えると思っていたらそうでもないからねっていうメールが来たんだよね、うんうん、それで、うん、それでどうしたんだっけ。それでさ、うん、私と香里が飲む約束をちょうどその頃してたんだよね。でも香里は2人で飲むより5人にしないって言ったんじゃなかったっけ。そうだったっけね。違ったっけ。なんかあんまり詳しくは覚えてないけど、まあそんな感じだったかもね。そしたらあっこちゃんがその日がダメで、だから二人はまず飲んじゃったんだよね。そっか、あこちゃんがダメだったのか。そうだよ、その日がごめんなさい。今さら謝らなくてもいいけど、本当に。そうだね。なんか地方にいたとかなんでね。そっか。でもなんか大事な話だなっていう、なんかね。一人でもう叫ばしてたんですよ。メールでさ、パチンコがどうして、7が揃って、ラッキーセブンの7が揃ったみたいな。フィーバー。なんでそのくだりになったの。いや、それはこっちが聞きたいよ。なんでそのくだりになったんだっけ。え、それがみんなで会うからには。で、お話しするということは、ほら、その、やっぱ、大地さんが起きた直後だったから、なんか、もしかしてみたいな。私行けなかったから、自分が、その、指定された日に行けなかったから、もしかして、そんな、まさか再結成なのみたいな。抜きで話し合いしたって言って、で、なんだっけ大当たり。そうそうよ、それをプリプリというのは。もし、そう、再結成だとしたら、それでもズバって再結成って書いてあったよね、メールに。そう。で、びっくりしなかった。びっくりした。再結成って、いや、なんかね、予感のような、スペシャル女じゃないんだけど。まあ、そんなのがあって、じゃあ、皆さん5人で会いましょうって言って、でも、私もね、別にね、いつから何、どう考えてたかっていうとはっきり覚えてないんだけど、なんか一案がなんかね、マネージャーね。そう、マネージャーの、一案っていうのは、私たちがデビューした頃からのマネージャーで、今でもマネージャーなんですよ。だからもう、必然的に今ではもう本当に、おばあさんに近いぐらいの、そんなマネージャーなんだ。そうだね。おばさまだね。そうだよ。まあ、それで、なんか、あの人のオーラの中にね、やっぱりあったんだと思うんでね、こう、できることあるよね、みたいななんか。もしかしたらあの人に乗せられたんじゃないかっていう。でもさすが年の子だね。いや、まあそうなのかもね。やっぱ長い付き合いだけあってね、うまく私たちもなんかこう、引っ張られたのかもしれないけど、それでまあ、まあそしたら本当にできることがあるんじゃないかなって私は思ってきて、でもみんなもそう思ってるなって思ってたけどね、あの時点で。でも話がしたいのみんなとってメールだったよね、かわいいの。どうだっけ。それ見た時に、あ、来たなって、あのことだなって思ったよね、すぐピーンと。なかなかピーンと。そうだったよね。まあそれでかおりんちにさ集まってじゃん。そうだったね。うん。なんか飲み物とか食べ物も用意してくれつつ、きっとあの話が出るに違いないと思って、早く飲んどこうと思ったよね。酔ってから話したときさ、ケナちゃんさ、自分のお気に入りとか言ってさ、無添加のこれは酔わないんだよねとか言ってさ、二日酔いしないんだよねとか言ってワイン2本ぐらい持ってきてさ、ガブガブ飲んでなかったっけ。飲んだと思うよ。それその時だよね。そうだよね。緊張したと思う。いつ切り出すんだろうと思ってさ。そうだよね。私飲まなかったからさ、あ、車だったもんね。そうそう、どん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 すごい酒の数が増えていったよね、みんなね。結構長い時間何もそのことについては知ってなかったよね。2時間ぐらいとか。そんでさ、子供たちみんな子連れで来てたからさ、香りがさ、みんな下でボール蹴ってきなさい。そうそうそう。それがなんか、ほら、ボールでも蹴ってくればみたいな。子供がさ、ウェーって言ったらさ、では、お話始めた。そうだったっけね。そうだったね。私もね、言ったら本当になっちゃうなみたいな、なんか緊張があって、だそれは非常にあれ怖かったのと、それからやっぱりできないねっていう選択肢を必ず残さなきゃいけないと思ってたから、やっぱりその言い方も問題だなと思って、やっぱり私もプリプリ始まってただいまここまで30年、さっきね30年って言ってたけど、最も緊張したかもしれない、あの瞬間。うどん会やりますとかそういうのよりもなんか、ああ、これを言ってしまったら本当になってしまうかもしれないみたいな、なんかそういう緊張感はあったかも。でもそんなような様子と、やっぱりその、なんていうの、目つきとかさ、いやいや、今までに見たことがない香りだなと思ったよ、私。ああ、そう。すごいマジな、マジな顔出てるね。すごい思った。あ、そう。
まあ重大な出来事だったね。そうだね。でもまあその日を経て、うん、今日に至るわけで、うん、まあ今日まで大変でしたね。ねえ、ね、私たち実はすごい前からこっそりリハーサルやってたんだよね。ね、もう1年ちょっとだよね。そうだね。そうだよ。ね、1年って早くない？早い。あれから1年か。そりゃ驚くね。あっという間に今年も終わっちゃうね、きっとね。あと半年だよ。半年だよ。また半年後に解散だね。解散だこれから半年間ね心して頑張んなきゃ、うん、でねまたねちょっとね、うん、面白いあの気分を書いての面白いねメールも来てるからこれもご紹介しちゃうね、はいはい、とね東久留米市のねいくつになってもあっこちゃんの妹になりたいさん、うん、あこんなあっこちゃんでいいよね楽しいよねさあ、プリプリの皆さんこんばんはこんばんはこの16年、メンバーはお互いどんな時に他のメンバーのことを思い出してきましたか？それぞれのメンバーについてでもいいですし、エピソードがあったら教えてください。ちなみに私は、この人ね、久留米市のいくつになってまこちゃんの妹になりたいさんはね、はい、青山のベルコモンズの前を通ると、必ず昔、青山のフィルコリンズという名言を残されたあっこちゃんのことを思い出します。ああ、ありがとうございます。あるよね、そういうのね。でも私はたくさん、メンバーのこと思い出すよ。どういう時？いや、そのほら、学校の方で、ちょっとこう、VTR とか、ちょっとこう、流す。専門学校のね、専門学校にしてるからね。あの方で、なんか紹介 VTR が流れるときに、やっぱその、プリプリのポットをこう、流れるときに、我ながらいいバンドだ、みたいな思う瞬間があって、ね、やっぱり、すごいほら、その、話さなきゃいけない、ね、その学生の教えるし、伝えなきゃいけないってところで、ここは香りに私はなんなきゃ、みたいな。急に変身するんだ。そう。やっぱこうスピーチ上手だしとか、甘え上手な今野さんとか、まあこういろんな場面で、思い出す。甘え上手かな。まあ、ともちゃんね、ある時はとかね。ね、うん。で、ロックテイストのあるかなちゃんの、なんかこう、今日はロックな気分になんなくちゃ。うん、で、きょんちゃんはね、よくご一緒する機会が多いからね。ご一緒する機会がね。うん、まあね。たびたび思い出すよ。そう今で夢とかにも出てくるし、あ夢とかも出てくるね。たまにね、うんうん、そうだよね。気になるよね。なんかあったの、うん、そうだよね。メールしたりとかして、ね、そうだよね。ねうん、まあ今野さんなんか思い出す？何それ思い出すよ。あでもお正月とか思い出さない？あ武道館武道館やってたから。なるほど。駅伝、ね、だけなんだお正月だけなんだ。突っ込むね。突っ込むね。でもね、駅伝とか見てると、きょんちゃんが武道館来るの遅れたっけなとか。ああ、そうね。駅伝のね、道のそばに住んでたからね。そうだっけね。懐かしいね。まあ、じゃあ意外といろんな時に思い出してたよってことで、ね、東久留米市のいくつになって、まっこちゃんの妹になりたいさん、どうもありがとう。はい、ありがとう。で、まあ、うん。ここでね、ここね、ちょっと印がついてんだけどさ、被災地にも行ってきたことってあまり話してないんだよね。みんなでね。うん、ね。うん。急に話が飛びますけど、私たちは、まあ、再結成決めてから、やっぱり、この目で見ないとねって言って、うん、被災地にも行ってきたんだよね、うん、5人でね。うん。あれ、4月だっけ ?4 月だったね。頭かな。学校始まってすぐぐらいだったよね。うん。そうそうそう。石巻と、うん、あと、閖上地区っていうところに、うん。そうだったよね。うん、で、まあそのね、私たちは震災復興支援のために集まって、どういうお支援が本当に必要なのかの、うんうんうん、見に行こうって言ってね、行ったんだけど、なかなかでも、ショッキングだったっていうか、言葉がね、見つからないっつう感じもやっぱりあったかな。うん、テレビとか違うね。違うね。うん。だから、私は思ったのは、再結成してよかったと思った、その時、うんね。この選択は本当に、うん正しかったなって、うん。そうだね。あと私はね、何かしたい。ライブ、仙台でやるじゃない、うん、あの時に、もちろん、その何千人っていうさ、チケットを買ってくださったお客さんっていらっしゃるんだけど、うん、それ以外にすごいたくさんの、思い、うんうん、気持ちが、とかが集まるんだろうなっていう、なんかそんなことも想像したし、うん、いろいろ思いましたね。でも行ってよかったよね、うん、絶対的にね。うん、ね。まあ、そんなお話も。うんまあじゃあなんだ？ CM だ！ CM だ！この後もまあたくさんお話します。お楽しみに。16年ぶりの
再会に感謝を込めてあなたからの質問を受け付け中。メールアドレスはプリプリアットマークオールナイトニッポンドットコム。プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。はい、というわけでプリンセスプリンセスがお届けしていますオールナイトニッポンゴールド。またまたねメールいっぱい来てるよ。皆さんありがとうね。夜遅くに起きてんだ ね。ラジオネームかりんちゃん。3月20日の幕張メッセでのオールザットラブ見に行きました。世界で一番暑い夏がドーンって来た時思わずウォーって叫んでしまいました。本当鳥肌が立ちました。ありがとうございます。それからね、杉並区のね元野球小僧さんもね、人前では絶対なくなってね言ってるね。48歳になるおじさんなんだって、3月の幕張のコンサートの映像を見て久しぶりに全身の血が騒ぎ出したのと同時に、最近は年齢のせいか涙もろくなってるのに涙もボロボロ出ました、あれがおじさん泣いちゃったんだね。秀春さん、習志野市の秀春さんも解散した後に彼女と付き合い始めたので一緒に生で見るのは夢の話でした。でもそれが幕張メッセでかなりとっても嬉しかったです。12月のドームまで一緒に楽しみます。どうもありがとうございます。ありがとう。ね、3月もでも随分前に終わったことのような気がしない？本当だね。ねえ。もう夏だよ。時が経つの早いですね。ねえ。ねえ。でも、あの、まあ、私はあんまり多くは語れないけれども、楽しかったよね。ああいう、なんで降りたらどうしようかな。いや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 。いや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 。いや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 。ハプニングがありましたからね。ありましたからね。いや、でも、楽しかったよね。いやいや、貴重な。ねえ。あ、当時の？あ、あの日の？ああ、そうなんだ。誰もなかったの早かった。ずいぶん。この時よりもっと上手くなってるしね。本当だね。本当だね。練習してるからね。でもなんかこの日さ、妙に大丈夫っていう気持ちはなかった？あった。ねえ、やっぱり長年やってきた体に染み込んだものというのはねえ、覚えてるもんですね。記憶されてるから。形状記憶されてるもんですね。ねえ、楽しかった。楽しかったよ。また違う。とうとう喋るけど。ちょっとしながらね。まあ終わった後にさ、あのちょっとあのシクシクしてたじゃん。シクシクしてたね。もう1曲目からシクシクしてた私。本当？してた。してた。後ろを見ても分かんなかった。ちょっと目合わせてシクシクしようとするから目をそらした。キョンちゃんがやけにね、あの目を合わせてくれないなと思って。これで引きずられたらもう演奏に響くと思って。そうだったんだね。ね、あれ鼻が垂れても吹けないからね。ドラゴンで塞がっちゃってるからね。ね、でもあっという間のね、あの時間で。あっという間だった。でもありがたかったね。だってイヤモニしてたのにさ、あの歓声が聞こえるっていうのがすごいよね。そうだよね。あこちゃんすごい聞こえたんでしょ。聞こえたような気がしたじゃなくて聞こえた。そうなんだ、すごかったよね。ありがたかったですね。本当だね。まあこのライブの後さ、いろんなところでいろんな話はしてますけれども、まあこの1年ぐらい練習をしていって、昔よりも再結成をねするからにはさ、上手に同窓会ではなくてもっといいグレードアップしたプリプリになろうってことが一応約束っていうかね、みんなの気持ちだったから、まあそのようになったのかな。まだ足りなかったかな。もうちょっとですね。もうちょっとだね。まだそうだね。これからもうちょっと頑張って ね、もうちょっと上手になります。はい、はい、で、そうね、いろんなライブの話はしたからもう曲に行っちゃってもいい？うん、じゃあ曲に行くね。じゃあプリンセスプリンセス、これ誰かじゃ紹介してよ。ほら1曲目でいいのかな。はいはい、じゃあ、はい、あこちゃん紹介して。それでは聞いてください。平成バージョンで、世界で一番暑い夏。ホーミーガイダーリー、8月の風を抱きしめて、フライウィズミーダーリー、飛び立つの二人のサバンナへ。ラジオネームドラッチさん。プリプリの曲を聴くと学生時代の懐かしさ、元気を取り戻せる気がいたします。あの九州に住んでいる私は家族のこともあるんですが、ライブがないんです。残念です。ドームに行けるといいですが、やはり世界で一番暑い夏は一番元気をもらえます。ありがとう、嬉しいです。ライブもありますね、九州ね。夏フェスがあるからぜひ見に来てください。はい、ではお届けした曲はプリンセスプリンセスで、あのライブの1曲目でした。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏でした。プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。さてここで12月23、24東京ドームで行われるプリンセスプリンセスのコンサートチケットについてのお知らせです。はい、
オールナイトニッポンゴールド出演記念スペシャル、東京ドームで行われる私たちのコンサートプリンセスプリンセスツアー2012再開の特別電話予約を受け付けします。7月21日の一般発売に先駆けて、番組を聞いてくださったあなただけのスペシャルチケット予約の受付ですよ。はい、日時は12月23日日曜日午後3時開場5時開演、24日月曜日、なんか連休でお休みみたいなんですが、24日月曜日午後1時開場3時開演、場所は東京ドーム、料金は全席指定税込み7800円です。こちらのチケットの電話受付期間は今日この後番組終了後の夜11時50分から明日7月7日土曜日の朝9時までとなります。特別受付電話番号は、メモのご用意はいかがですか？いいですかね。はい、メモのご用意はいいですか？0570-084-632 です。もう一回言っておこうか、はい、もう一度言います、はい、特別受付電話番号は 0570-084-632 0570-084-632 OK。なお今現在はまだ受付は開始していません。この後夜11時50分からのスタートとなります。深夜から早朝にかけての受付となりますので、おかけ間違いのないようにご注意ください。規定枚数になり次第受付終了となりますので、お時間になり次第お早めにお電話ください。たくさんのお電話お待ちしています。お待ちしています。出てくれてありがとう。日本放送キーステーションに全国ネットで生放送、プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。さて、いきなりメール紹介します。こんばんは、世田谷区のポッターさん。こんばんは。メンバーの皆さんは解散後それぞれいろんな道に進まれたんですね。先生ってあっこちゃん何の先生をされているんですか？それ知らない人いるよ。そうですよね。だってプリプリを知らない人さえいるんだから、うん、あっこちゃんが何の先生かね。そうだね。お茶かお花かとか思ってんじゃないの？あの雰囲気的に見た目がね、みたいな。まあ、だからベースってふうに思われがちだけど、学校にそのデビュー支援をするようなプロジェクトとかあったりとかするのね。うん、学校名前言っちゃダメなの？それ。言っちゃいけないの？いいんだよね、別にね。東京スクールミュージック専門学校と、ま、何東京スクールオブミュージック専門学校。で、東京と、うん、まあ、渋谷と葛西と、うん、名古屋と大阪と、福岡と仙台と札幌になるんです。全国だね。すごいじゃない。そうです、そこは。プリプリのライブよりよっぽどやるじゃないの。やるじゃないの。やるじゃないの。そうなんですね。そこで副校長先生してんだよね。そうなんです。で、答えになった？なったんじゃないかな。なったかしら。で、何を教えてんの？で、アンサンブル事業的なのがあってね、うん、それぞれのハートの。音楽を教えてる、ね。そう、音楽を教えてるんだけど、うん、で、その中で、名曲である、だからスタンダードナンバーであるっていうね、うんうん、課題曲があって、うん、それを私はベースを教えて、まあ、各、パートの先生たちがいるんですよ。で、その後、合奏みたいな感じをする。合奏そう、わかりやすくアンサンブル、ね、アンサンブル的なね。なるほど。うん、で、その授業と、あと、まあ、デビュープロジェクトみたいなものを。デビュープロジェクト。うん、なるほど、あっこちゃんは偉くなったもんね。そっか、わかったかな。ポッターさんの質問ね、わかってくれたでしょうか。さて、次の質問ね。長野県のね、長野市さん。長野市さんじゃ、長野市のローリーさん。50歳だって。すごいね。うん。プリプリの皆さんに質問です。ないと思いますが、最近年を取ったなぁと思う瞬間ありますか？ありますね。今日なんて私以外みんな老眼鏡持ってるもんね。持ってるよ。ね、うん、私も家にはあるよ。うん、目ね。あるでしょ？あるよ。目は来たね。来たね。来たよね。もう歌詞カード見えないもんだって。ねえ。ちょっと、これ歌詞カード小さすぎ、大きくコピーしてって感じだもんね。私、キーボードの文字が見えない。やっぱすごい遠くにさ、譜面貼ってない。すごい遠くの譜面見ながら。俺も俺でよく見えてんなと思うんだけど。雰囲気で。そうだよね。他にない年を取ったな。
年を取ったなぁ。傷が治りにくい。何の傷？いやだからちょっとこう、ほら、心の傷じゃないよね。心の傷じゃなくて、ちょっとこうほら、傷つけてプッてこう、プッて、怪我しちゃったりとかね。そうなんだ。本当に治んないよね。だからもう、捻挫とかしたら大変ですよ。一年間ぐらい痛いから。一年間ならないの？みんな気をつけないと、本当に。うん、わかった。この半年間ね。この前のライブの後、手首ね、しばらく巻いてたよね。そう、リストバンドね。そういうところも、ね、ちょっと痛めるとね。ローリーさん、分かったでしょうか、うん、はい。じゃあ次ね。神奈川県のまっちゃこ、39歳。なかなかの年齢層高いね。いいね。嬉しい。さあ、恋愛のカリスマ、かっこ笑い、プリプリの皆さんに質問です。当時のラブソングの歌詞にはどれぐらい実体験が入っているんですか？言える範囲で教えてください。そんなの全部じゃない？私全部。あ、でも一個だけ、うん、ああ、そうか、うん。そういう意味ね。架空の設定の歌詞も、それたまにはあるけど。あ、一個だけ、あとは確かに彼氏とセスダには乗らないね。そうだよね、うん。そういうのがあるけど、ね、設定だね、うん。でも、あとさ、憧れない？あ、こういうふうに、私の人生、こういうのも良かったな。まあでも、ありえないから歌にしとくか、みたいな。そうだね。あんまないな。それはないね。あ、そう。例えば？私さ、同棲したことなかったからさ、ちゃんと、うんうん、同棲してるっていうさ設定で妄想を張り巡らして、うん、書いて大好きその歌自分で、うん、ソロになってからね。ソロになってからソロになってから、うん、そう、うん、まあ妄想半分だよね、うん、妄想半分だよね、うん、そうだよね、うん、振られる妄想とかもいっぱいキョンちゃんしてそうだよね。膝抱えてるもんね。膝抱えてる。そうすると妄想で書くとそれが現実になってしまう。あ、そうなの？いいことないでしょ。まさ夢のまさしだよね。いいことも悪いこともまさし。あっこちゃんまさしになったもんね。ハイウェイスターはね。でも待ち合わせはペットショップ出しなかったけど。もう悪かったからね。そういうことだよね。でもそれが分かる人はかなり2だよね。2だね。そうだよね。そっか。はい。解散後、これごめん、違うメールね。新潟のね、遅れてきたルーキーさん、37歳。はい、解散後、カラオケでプリプリの歌を歌うことありましたか？プリプリの、ちなみに、18番、カラオケで18番の曲は何ですか？だって。ある？カラオケ行く？行ったことある？すごい行くけど。あ、ほんと？ほんと？みんな歌ってくれるよね、プリプリの歌を。うん、例えば、昔の同級生とか。うん、それで目の前で？そうそう、それで、かなこコーラスやって。そう。贅沢だね。いや、だから、飛び出していってギターソロとかやって。やだエアギターで。エアギターサービス満点だね。ね、そういうほら、喜んでくれるからね。M のコーラスとかやったりするよね。やった。ほんと。私もタンバリン振るよ。タンバリン高いよ。いいながらタンバリンね。コーラスできないからね。お詫びとして。なるほどね。はい。じゃあ次のメールね。はい。お詫びとしてっていうのがちょっとさ、ちょっと気になります。はい。千葉県のね、オンタさん42歳、はい、富田さん渡辺さんは音楽の専門学校の仕事をされていますが、ちょっと面白いこれ、生徒の皆さんは元プリプリのメンバーだって知ってるんですか？気づかれず寂しい思いをしたことはありませんかって。あ、それたくさんあるよ。え、マジ？私湯川玲子先生って、まあ、名誉学校長でもあるんですけど、うん、はい、入学式でスピーチなさるんですよ、うん、15分くらいありがたい話をね、はい、うん、でその第一回目の授業が終わった後に、へー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 ってすごい勢いで、私に来るのね。湯川玲子先生ですねって。あ、こちゃんが。だから、うちの母親よりも年上なんですけど、ないけど、って言われたりとか、で、本当に存じてないよね。存じてない。今は、その再結成ということでね、ほら、まあ、先生テレビでしたよっていうふうに言ってもらえるけど、なんか残念なことに年々ね、年々ね、プリンセスプリンセスと曲は知ってるけど、うん、この人がっていうのはわかんないよね。うん、ああ、なるほど、ね。今自分のこと自分で指したんだけどね。この人がってね。いうのはイコールしなかったみたいよ、あんまり。うん、寂しい？いや、まあ、そんな。慣れちゃった。もう全然慣れちゃった。受け入れていったね、徐々にね。うん、時代も時代だから ね、うんうん、ね。私たちが逆にほら、若い子見てわかんないのと同じだよね。そうよ。そうだよ、なんてことないね。なんてことないよね。そうそう、はい。では次。これね、府中市のね、朝ちゃん43歳。こんばんは。いろいろ告白しているということなので、点々、してくれるということなので、ごめんね。告白してくれるということなので、ステージでものすごく格好悪い失敗をしたことはありますか？だって。たくさんあるよ。たくさんあるよね。あこちゃん多いね。ヒール、かかとが取れたりとか。あ、そうだったよね。ストラップが外れたりとか。
あとズラが、ズラカツラ、カツラだったキョッコちゃん。なんかカツラかぶっててもう暑すぎて顔が桃みたいにさ真っ赤のタレがのぼせちゃってたことはあって、あったよね。あとさ、ステーンって転んでこそ、いや、足がさ、足が逆さまに V の字になって転んでったってことだから、転んでみたいな。ステージで。ちょっとずつこう、ほら、限りを見せた頃でしょ。満席だった時にほらそうだよね、空席が見して初めて空席を見た時にやっぱじゃんびっくりして転んじゃったんだ、そうだよってことにしとこう、それも大家だったよね、だから引き続けたんだよね、偉いね、音は一度も途切れなかった、そうそこね、でも何がさ恥ずかしいって、私歯が取れたのあれだよやっぱりね、プリプリ史上最高のアクシデントはスポーツにね、ハッスルしすぎてハットビライブって書かれちゃったんだもんね。本当だよね。野音だっけ？そう。野音ね。野音だよね。何年前だろうね。今だ解散して16年だから20年以上前だね。でも私あれ以上ね、うん、びっくりしたことはないね。私はね反省した。あれで。なんで私は何も一言も喋んなかったんだろうと思ったんだね。っていうか、本当にちょっと言い訳なんだけど、あそこさ、1本で終わんのか5本で終わんのかが分かんないかったっていうのもあったんだけど、今だったらすぐそのフォローするけど。すごい喋っちゃうよね、うん、今だったら。でもあの時、あれ待てや待てや待てや、みたいな。そうだよ。でさ、私はさ、サシバーなんですよ。それでそのサシバーを、っていうことを忘れて、衣装の手袋をギター弾くのに取らなきゃって思って、うん、思わず、歯でこう、瞬間的に、ね。そう、手袋を噛んで、取ろうとしたら、歯が取れちゃったんだよね。うん、で、ぴょーんって歯が取れちゃって、私すごい、4本とか6本とか差し歯なんで、それが丸ごと取れちゃったわけ、前歯が。それで、でも曲歌ったんだよね、うん、そのまま。うん、そうだよ、そんな私が友達のままのイントロと。ドンってやったんですよ。後ろに、歯が取れた。ドン、ドン、ドン、歯とか言って、歯がないかをきょんちゃんに見せて。なきゃで、どうすんだろうって思ったんだよ、ね。プリンシャシュプリンシャシュリンシって可愛かったんだよね。可愛いっていうかさ、もう、可愛いなんて次元じゃない。いいよ、ねね、でマイクに一生懸命押し付けてさ、見えないようにして歌ったんだよね、一曲歌って、うん、それでちょっと歯が取れちゃったからごめんね、歯つけてくるからって、私は一瞬アロンアルファと歯をつけたんだね、そうだよ、うん、楽屋で楽屋っていうか応急処置なんでしょそれがね、もうそれしかなかったからね、うん、そしたらね、みんなシーンってしてチューニング見てたよね誰か喋るよ、ちょっと今更ながら今思うよね、本当に思う、結構だと会えちゃったもんね、そうだったよね、本当に、じゃあもうね、みんな今から深く反省しましょう、反省するよ、それではこのような質問、今だからという質問まだまだたくさん募集中です、受付メールアドレスは、じゃあ眠そうな今野さんにしましょう、はい、言えるかな、頑張れ、プリプリアットマークオールナイトニッポンドットコム、プリプリアットマークオールナイトニッポンドットコム、プリプリのスペルは PRIPRI です。受付ファックス番号は 0570-02-1242 0570-02-1242 です。私たちへのメッセージ、曲のリクエストも大歓迎。ここまで呼ばなくていいんだけど。いや、読んでいいんだけど。前じゃない。前じゃない。何だね、文野さん。まだまだ、まだまだ続きます。メールたくさんください。お待ちしています。ゴールド。デビューから再結成までこれまでの応援に感謝を込めて全国ネットで生放送、プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド、なんとこの CM の間に素晴らしいお手紙とプレゼントがここに届きましたけれども、ねえ、ミッツマングローブさんより先ほどね、ご挨拶に現れて、ね、かわいいお花いただいてね。かわいい方でしたね。ね、大きいけどかわいい方でしたね。なんか、プリプリね、とっても応援してくださってて。ありがたい。ね、この3月のライブの時もいらした。ね、すごいありがたいよね。過去も結構来てらっしゃったんですね。うん、そのようでしたね。解散ライブ10本来てくれたってね。お会いした時にさ、一、うん、人の男の人生を変えましたとか言ってた、ありがたいね、ありがたいことです ね、CD いただいて、まあ、たくさんこういうお仕事の世界にもね、そう言ってくださる方がいてありがたいです ね、本当にありがとうございます、ね、今頃もしかして聞いてるかも、ね、じゃあお店で聞いてますって言ってたよ ね、星屑スキャット
マグネット上に気をつけろ。あらまー。入ってる？入ってる。いいね、いいね。さあ、じゃあ、ミッツさんも聞いているであろう、この、オールナイトニッポン。お知らせ、1個。はい。はい。7月7日土曜日、明日ですね、雑誌、グラッツィアに載ってます。のこのこめんこい写真がね。いいよ、モデルみたいだよ。なんていうの、カオリちゃんが。あの、初等身だから。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、はい、そして7月13日金曜日、ミュージックステーションにプリプリが16年ぶりに出演します。すごくない？それでもタモリさんはまだいるっていう。素晴らしい。すごいよね。あんまり年取った感じもないしね。すごいなって思っちゃいますけれどもね。頑張らなくちゃね。いっぱい歌えるしね。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 来週ね。また起きてられるかどうかが心配ですけどね。そうだね。今の2人の何？ねえ。ねえ。ちょっとおばさんチック？じゃあ餅つきみたいな。餅つきみたいだね。昔のね。やっぱ慣れたもんだね。そうだね。あの呼吸。はい。ということで、その他にもプリンセスプリンセスリバースベスト再開というのも、これ出ています。あの、これはどうして出したかというと、まあ、プリンセスを知らない世代の方もこれ1枚聞いてくださったら、ライブ楽しめるぞということで出しております。皆さんどうぞ聞いてきてください。それでは、プリンセスプリンセス、これライブでは欠かせない一曲、東京ドームでも歌うでしょう絶対。はい、では曲紹介をお願いします。はい、プリンセスプリンセスでオーイエーイ。プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。懐かしいプリンセスプリンセスのナンバーロマンスインブルーに乗ってお届けしていますけれども、今日、この今11時を回ったこの時間から岩手県でお聞きの皆さんからね、聞けるように皆さん、はい、こんばんはですね、はい、こんばんは。じゃあ改めて自己紹介しようか。はい、プリンセスプリンセスの岸谷香織です。富田京子です。中山かな子です。今野智子です。渡辺敦子です。はい、毎週この金曜日のこの時間はオールナイトニッポン45周年を記念して週替わりのパーソナリティでお送りしていますけれども、今夜は私たちプリンセスプリンセスがオールナイトニッポンに初登場、プリプリ大感謝祭と題して5人揃って生放送でお届けしています。はい、もう1時間経ちましたけどね、はい、あっという間だよ ね、うん、始まる時には12時までかと思ったけれど、ね、この調子ならあっという間だ ね、なかなか楽しいよ ね、何が起こっても終わるから生放送。それが一番そうです。で、あの、今までいろいろね、あのお話もしてきましたけど、この11時台まずはじゃあちょっとメールをご紹介しましょう。はい、千葉県の日の江ウマンさん、東北出身の一人としてファンの一人として心からありがとうを言わせていただきます。自分も大好きなプリプリを通じてぜひチャリティに参加したいと思っています。ライブや CD の他参加できることがあったら教えてください。どうもありがとう、ありがとうございますね。やっぱりあれだよね、私たちも言ってたんだよね、みんなこう何か支援したいとか応援したいって気持ちがあっても何ができるだろうってね思うから、こういう形でチケットを買ってこのチャリティーに参加してくれるっていうのはみんなもきっと気持ちがいいことだろうっていうね、話してたよね。プリプリも見ていただいてそれがご支援になるっていうのもすごくね、いいなと思ったよね。はい、あのね、あとね、次のねメールね、福島県いわき市42歳ののりたまさんね、仙台公園行きますよ。福島はまだ小さな地震が毎日のようにあって、地震があるたびに恐怖が蘇ってくるけれど、なんとかコンサートまで大きな地震が来ないことを祈っています。夜遅いのはお互い辛いところですね。ですが頑張っていきましょう。はい、42歳、ありがとうございます。まだね、小さい地震がいっぱいあるんだね。東京もだいぶ減ったけどね、たまにあるよね、ドキッとするよね、本当にね。
まあ本当落ち着くことを願いましょう。うん、それから次のきょんちゃん大好き、はい、モリッツさん、ありがとうございます。愛知県、はい、うん、43歳。いやそうですね、おばさんとおじさんだね。いいね。プリプリの皆さんこんばんは。こんばんは。2012年も7月に入り、もうすぐプリプリの未体験ゾーン夏フェスがスタートしますね。真夏の野外ステージってすごく暑そうですよね。それは暑いよ。ね、どれぐらい暑いんだろう。さサウナだって。サウナなの。本当しつこいけど何度も言ってるけど。本当にね、サウナって状態でやってるようなものよ。サウナ の中でっていうぐらいの暑さだと思う、私は。うん、だってもうお化粧してもほとんど流れ汗で流れ本当落ちてしまうぐらいだと思うよ。45、50分だと。どうする？じゃあ最初からすんのやめようか。いや、それまずいだろ。それまずいでしょ。ね、どうする、どうしようかな。冷えピタとかちょっと。あ、なんかね、化粧剥げるぐらいならいいけどね。倒れてしまったね。そうだね。このね、うん、きょんちゃん大好きモリッツさんはね、うん、ショコタンだったか誰かがね、うん、夏の野外ライブの暑さ対策としておっぱいの下に冷えピタ貼るって言ってたのを聞いたことある。あるかもね。あ、でもなんかさ、おっぱいの下よりもさ、リンパとかのあたり、あと首の裏ってやったら、冷えピタがパコーって見えちゃうんでしょ。でも本当は首の裏とか冷えるんだけど、落ちちゃうもんね。ね、そうだね。それで落ちないようにスカーフ巻いて受けやすかったりするもんね。ダメだよね。あれ、ホカロン巻いてたのにさ、ファンの人たちがね。あ、昔ね。そうだったね。勘違いされたこともあったね。それみたいにね。冷えピタ。でもみんなその中でやってるんだから、大丈夫なんじゃない。あれ、またたちやったことないからね、そうは言ってもね。じゃあ、暑すぎたら、どうにもなんないね。見てる方だって暑いでしょ、だってね。そうだよね。ね。そうだね。ね。じゃあ頑張ります。頑張ります。クロッキーさん、うるうる。でもやっぱり楽しすぎる5人のトーク、幸せいっぱいな気持ちで聞いています。ありがとう。ありがとう。夏フェス初挑戦ですが、楽しみにしている対バンとか出演者はいますか？だって。いるよ。いるの？ていうか私学校自慢になっちゃうんですけど、うちの卒業生が3組出るの。この夏フェスの。どこの夏フェスに？大阪の方で3組。東京校の卒業生と大阪校の卒業生。と大校生。あっこちゃんはじゃあ言われるね。先生の大きな背中を見ろって、きょんちゃん。大きな背中。先生の、そうじゃ先生模範演技しないとね。だらだらしてる場合じゃない。転んだりしないようにね。気をつけないとね。でも他に、ジャミロクキャリーパミュピャミュとか楽しみ。どこで出んの？どっかで一緒だよね。キャリーパミュピャミュ。そうなんだ。へえ、ああいう今時の若い子見てみたいね。見てみたい。ね、きっとすっごい可愛いんだろうね。可愛いんじゃない？ねえ。お客さんがどうやって乗るかも見たいしね。ほんとね、でもその人たちと同じお客さんが見てるんでしょ、私たちのこと。ずっとするね。なんでおばさんたちやなって思えたらどうする？しょうがないよ、しょうがないよね。みんな諦めて見に来るんだな。こんばんは。次のメールね。これは茨城県のね、新也くんかな。くんっていう年かどうかわかんないけれども。こんばんは。プリンセスプリンセスの皆さんが再結成をすることをすごく嬉しく思います。僕は1991年に生まれて、そりゃ新也くんだね、うん。活動されていた当時は小さくてわからなかったです。小さくて。かわいい。ね、今まで育ててくれたお母さんに感謝のつもりで今回の東京ドーム公演を見せてあげたくて、一生懸命にチケットを取ってあげられたので、お母さんと僕で見に行きます。新也くん。ねえ、とこそ、91年に生まれたってことは、2001年に10歳だから、20歳か。あ、そういうことか。だってそうですよ。91年だから、2001年に10歳だから、2011年に20歳だから、21だね。だからお母さんが私たちと同じ世代ぐらいかもしれない。親孝行できるんだね。素晴らしい。いいお話をありがとう。はい。もう一枚いっちゃおっかな。ラジオネーム、プードルさん。付き合っていた頃に、初めてうちの奥さんを連れて行ったコンサートがプリプリの解散コンサートでした。僕は何度もプリプリのコンサートに行っていましたが、うちの奥さんは最初で最後のプリプリのコンサートになってしまいましたが、てんてんてん。なんと復活。今年のクリスマスイブは奥さん、子供と家族でプリプリ行きます。いい話やね。そう、クリス
スマスはさ、ほら、ライブさ、早く始まって、早く終わるんだよね。そう、24日ね。ね。振り返り休日。うん、ね。お休みの日だよね。そう、6時には終わるね。だからまだその後のお楽しみもね。そうそう。だからコンサートっていうとね、やっぱり夜ってイメージが強いから、うん、どうしてもこう、家族連れとかいろいろきついかと思われがちですけれども、ね、でも、私たちのコンサートは、詳しく出てる？出てますね。23日の日曜日が1時の、というのは嘘で、3時の会場で5時開演だね。これも比較的早い方だよね。比較的早いね。8時には出られるもんね。で、次の日24日、この日はだって、最後だよ。本当の解散の日じゃないですか、また。再び解散のこの12月24日の東京ドーム最終日は、1時会場で3時からだから、まあ6時ぐらいにはね、会場出られますからね。ぜひ皆さん家族でね。ね、小さい子供さんでもね、これ見る機会最後だから、ぜひぜひね、今野さんも子供に見せてあげたいよね。来ます。来ますね。はい。まあ、方言していいのか。来ます。来ます。半分寝ていましたね。単語が短い。じゃあもうちょっと今野さんが目を覚ますように、次の曲はですね、もうがっつり。気合が入るように。じゃあもう今野さんね、曲紹介してね。やめ、目を覚ましなさい。どれ？はい、これです。あ、はい。はい。プリンセス、プリンセスで、ロックミしているのはプリンセスプリンセスロックミーですが、まあこんな感じでね、震わせておくれという夏フェス、どこに出るかちょっとお知らせしましょう。はい、7月28日福岡、海の中道海浜公園野外劇場で開催するハイヤーグランドに出ます。はい、はい、そして8月3日茨城県ひたちなか市で開催されるロックインジャパンフェスティバルに出ます。はい、はい、そして8月の11日北海道、石狩港新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催するのはライジングサンロックフェスティバルです。はい、そして8月18日大阪舞島サマーソニック大阪特設会場で開催するのはサマーソニック。はい、もう毎週末はね、今年の夏は夏休み返上でみんな頑張りますが、ぜひこの暑い夏フェス乗り切りたいと思います、うん、皆さん、はい、ぜひお近くの方はね、見にいらしていただきたい、はい、それから北海道とか九州とかの方はね、ぜひプリプリこの機会に見ていただきたいと思います、はい、お待ちしております。私たち5人と一緒に特別な夜にしよう。プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。さてここでまた1枚メールをご紹介します。北海道9年目の魔法さん、16年間の間にいろいろ変わったことは多いと思いますけれど、メンバーの中で一番真面目になったなぁと思える人は誰ですか？かっこお酒やタバコを控えるようになったとか、かっこ下ネタをしなくなの話をしなくなったとか、うん、みんなタバコは吸わなくなったね。そうだね。まあ、世の中的にタバコもね、あんまりね、吸いにくいしね。でも最後まで捨てたの多分かなちゃんだよね。そうかな。2年ぐらい前だよ。あ、そうでしょ。私、だってすごい前にやめたもん。うん、いや、4年、じゃあ私もっと、私の方が偉いかも。もっとだね。私ね、子供産んでね、すぐだから、うん、5年は経ってるね。うん、5年、4年。4年。うん、2年。だから集中して練習できるようになったんだろうね。前はさ、すぐ一服したい。一服したい。すいません。いや、一服も重要なんだよ。まあね、うん、そうだね。一服がなくなっちゃったね。ね。へえ、それも寂しいもんだよね。ね、そうか、うん。まあ、じゃあみんな真面目になったということで、ね、はい。ラジオネーム9年目の魔法さん、お分かりになったでしょうか。うん、では CM の後もまだまだたくさんメール読んでいきまーす。一夜限りの生放送、プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。16年ぶりの再会に感謝を込めて、私たちへの質問を受け付け中。
メールアドレスはプリプリアットマークオールナイトニッポンドットコム。上手、あなたからのメール待っています。さて、プリンセスプリンセスが生放送でお届けしていますオールナイトニッポンゴールド、ここで、お知らせがあります。11月の3、4仙台サンプラザホール、それから11月の20、21、23、24日本武道館、こちらのコンサートが、ありがたくソールドアウトにつき、まだまだ見たい、もっと見たいというファンの皆様の声にお応えして、追加公演東京ドームのコンサートがプリンセスプリンセス決定いたしました。こちらのお知らせをじゃあどうぞ。はい、オールナイトニッポンゴールド出演記念スペシャル、東京ドームで行われる私たちのコンサートプリンセスプリンセスツアー2012再開、頑張れ頑張れ、の特別電話予約を受付します。7月21日の一般発売に先駆けて番組を聞いてくださったあなただけのスペシャルチケット予約の受付です。日時は12月23日日曜日午後3時開場5時開演、24日、振り替え休日の月曜日になります。午後1時開場3時開演、場所は東京ドーム、料金は全席指定税込み7800円です。こちらのチケットの電話受付期間は今日この後番組終了後の夜11時50分から明日7月7日土曜日の朝9時までとなります。特別受付電話番号はメモのご用意はいいですか。 0570-084-632、 もう一度言います、0570-084-632。なお今現在はまだ受付は開始していません。このあと夜11時50分からのスタートとなります。深夜から早朝にかけての受付となりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。規定枚数になり次第受付終了となりますので、お時間になり次第お早めにお電話ください。たくさんのお電話お待ちしています。ご苦労私たち5人と一緒に伝説を作りましょう。プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。はい、プリンセスプリンセスが生放送でお届けしています今日のオールナイトニッポンゴールド。みんな上手になりましたね、原稿読むのが。そうね、あくちゃん英語の名で、そればっかりもう頭ぐるぐるしてる。一生で言っちゃうよね、ずっと必死です。さてメールご紹介しましょう。みわちゃん、かおりちゃんは一般人が普通にしていたことを解散して初めて体験した様子をブログに書かれていました。例えば電車の乗り方とか ATM の使い方とか。そこで皆さんに質問です。解散して初めて体験した、私こんなこと今まで知らなかったなんて大人としてちょっと恥ずかしいかも、というようなことや今でも印象残ってることなんかはありますか。すごくあるでしょ。ないすごくあるけど、なんだろうな。私この間までパスモとスイカが一緒なの知らなかった。私も知らない。一緒ってどういうこと。だからね、私鉄でも、私鉄ってあの関東地方だけなんだよね。そうそうそう、パスモって。そうなのか。そう、あ、そうなんだ。だと思うよ。一緒なんだよね。へえ、やっぱり知らないね、私たちも。じゃあそうだよね、まだまだだよね。そうよね。私さ、解散してからさ、宅急便とか来てさ、うん、ほら、昔はさ、出なかったじゃん。その自分で宅急便、うん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 、自分にも来なかったしさ、うんうんうん、家に。普通に結婚してさ、家に宅急便が来るようになってさ、うん、お兄さんにサインくださいって時、サインですかって言われて。私もあった。で、サインですって言われて、うん、サインって言って、困るよね。そしたら、ああ、サインですね。はい、わかりましたってしたけど、サインですかって言っちゃったことある。私もルームサービスを頼んだ時、それ、20年ぐらい前のプリプリの時に、サインって私も言っちゃったことあるよね。ね、あとさ、あと、私さ、結婚して、旦那と、どっか外国に行った時に、うん、全然それに気がついてない人に、声かけられたの。で、すいませんとか言って、写真撮ってもらえますかって言われたの。うん、で、私、いや、私ちょっとプライベートなんで、すいません、すいませんとか言ったことだったんだけど、その人がね、ポカーンとして帰ってったの。うん、ただ旦那がさ、シャッター押してくれ。押してくれって言って言うんだったんじゃないかってさ、そうだねって言って、いつもずっと言われてたから、そう思っちゃうんだよね。ね、すごいみっともないよね。そういうのたくさんあるよ。ある？そんなことの連続だよ、私なんて。本当？銀行とか困んない？
振り込みと振り替えってどう違うんだろうみたいな。そんなことも最初悩んでる。そうね、そうね。ATM でしょ？そうそうそう。それは悩むね。ね。うん、今大丈夫だけどね。うん、ね、うん。克服した。はい。まあ、不自由なこともたくさんありますが、うん、まあ、いいってことよ。さあ。さあ、もう一個だけいこうかな。新潟のね、ゆうみちゃんのママ。35歳、はい。お子さんのいるメンバーに質問です。自分の子供にプリプリの曲を聴かせていますか？お子さんの反応はいかがですか？遺伝子を感じることもありますか？だって。どう？今度さ。この前の幕張のコンサートで、初めて、なんだろう、バンドの母ちゃんを見たから、すごくびっくりしたみたいね。それまで見せてた？だよね。私も一切プリプリの映像とか見せたこともなかったし、教えてもなかったし、歌ったこともなかったけど。でもたまたまテレビ見てて、ほら、やってるっていう映像だけとかあるじゃん。あと、周りの友達からさ、聞いてきてさ、お母さんって歌手だったの？みたいなことを言われたり、して。私もママって太鼓のプリプリだったの？太鼓のプリプリ？何だ、誰かに言われたんじゃない？プリプリ。太鼓のプリプリ。それ逆になるとね。なるとね。いろいろね。お母さんまだ隠してることある？スーパーマンかと思ってんだ、ね、でもすっかりこの再結成でね、事情も分かってしまい、まあいいこと悪いこといろいろと思いますけれども、じゃあちょっと時間が来たので、こんな楽しい話の後に深刻な曲ですが、曲紹介しましょう。じゃあ曲紹介して。はい、ではプリンセスプリンセスで M。お届けしているのはプリンセスプリンセスで M です。さて M についても少しねメールが来ているので読んでみますが、青森県の龍平さん、こんばんは。プリンセスプリンセスの皆さん、こんばんは。ダイヤモンドが流行っていた頃、いつもカーデッキで聞きながら休みの時に妻と出かけていました。カップリングの M が大好きで、プリンセスプリンセスの虜になりました。カップリングだったもん ね、 これシングルのだから A 面、 A 面って古いけどじゃないんだもんね。ダイヤモンドのカップリングだったんだもんね。そうだよね。でもこれさ、当時さ、 M をカップリングにするか、それなりにいい人をカップリングにするかって言ってさ、かなりバトルったよね。バトルった。喧嘩バトルじゃない、喧嘩じゃなくてどうするかっていうね。でもあの時さ、結構それなりにいい人がいいっていう人多くなかった？私そう言ったのかな。やっぱり言った、でダイヤモンドがポップだから、それでカップリングの方をそうそう、物をアピールした方がいいんじゃないかとか言って、そう覚えてる？パン覚えてない。覚えてない。そうだよね。もう絶対覚えてるなと思って。そう覚えてるよね。覚えてるよね。覚えてる覚えてる。他にもね、たくさんダイヤモンド M についてね、いただいてますけれども、僕は15歳の 中3だって、こんな若い子初めてじゃないの、ね、母の影響で3年ぐらい前から暇さえあればダイヤモンドや M を気に入って聞いて受験勉強しています。頑張れ頑張れ、毎日のように勇気や元気をもらっています。素晴らしい曲をいつも聴けて嬉しいです。いいですね。こんなね、私たちを全然知らない人が M やダイヤモンドをね聴いてくれるというのはとてもありがたいことだなと思いますね。さて、これで CM だね、まだまだプリンセスプリンセスのオールナイトニッポン続きます。一緒に伝説を作りましょう。プリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド。カラオケでこの曲を歌いながら泣いちゃうんですという千葉県ヤギ37歳さんからもリクエストいただいてます。プリンセスプリンセスセブンイヤーズアフターをお届けしながらおしゃべりしたいと思います。はい、
なんかあっという間に時間が経ってしまって残念なようなほっとしているような今野さん起きてるね起きてますここで一個メールを紹介しますよ、はい、千葉県三色パン36歳、プリプリの皆さんに質問です。もしも姉まま解散せずにずっとプリプリを続けていたらと想像することはありますか。一体どうなっていたと思いますか。あの日解散せずに続けていたらペースがさやっぱりそう、ね、ちょっとこう緩やかになっていったかもね。すべてそうだよ。だってあんなさ毎年ツアーやって毎年新譜出してっていうのはさ、ね、ヘビーだよ ね, ヘビーだね。だから何年か休んだりしてただろうね。うそれこそ産休とかさやっぱり出てきちゃうわけじゃん。でも産休だね。みんなそうそうだよね。あれさあの時解散してなかったらさ結婚ってどうしてたかねできなかったかもしれないよ ね, ねバンドガールズはねえ、バンドと結婚してるようなもんだったらね、うん、どうかって感じだもんね。古いね、こちゃん、うん、昔の人みたいだけどね昔の人みたいだね、うん、でも ね, ねだからちょっと想像つかないけれども、うん、でもやっぱりあそこで解散する運命だったんだよね、プリプリは、うん、であそこで解散したから今再結成できてるわけだもんね、うん、そうそう、全て運命なんですよ。そうだよ、あのままさやっててさその16年後にドームなんて絶対できてないと思う、うん、そうだね、できないね。それもそうだし、うん、なんかこんな風に明るく再結成再結成というかまあ解散してなければだけど明るく5人ではやってないだろうという気がするよ ね, 寂しいね。疲れたおばあさんたちの5人のそおばあさんになっちゃうからねなってたよね。あこちゃんも、うん、面白いけど、うん、だからきっとねあの日あの時解散する運命でこの日この時再結成する運命だったんだよね、うんうん、本当に不思議だけど ね, ね、まあ、あの過去のことばっかり今日さ2時間喋ってもなんなので未来の話も多少したいと思いますけれども、今年再結成して来年以降ってみんな どうしてんの。私は相変わらず子供を育てているよそうだね、それは終わらないからね。それは終わらないからね。音楽はどうなのよ。もうドラムは無理でしょう。あ、そう、そうだよ、もったいない。こんな2時間のは叩けないよ、もう限界でしょう、きっとね。じゃあもっとあの緩やかに緩やかに16の曲をそうバラードとか緩やかに、ね、って言ってたくせにスマホ張り切ってそらえるんでしょ、ね、元気になっちゃって、ね、あれあそこの後ろにずっと叩いてないみたいなね、くせに、まあ、そういう可能性もね、きょんちゃんそうね。かなちゃんは来年以降は私何にも考えて、でもずっと続けてきたあのバンドがあるから、うんうん、それはずっと続いていくと思うし、うんうん、詩も書きたいし、うんうんうん、どうしてんでしょう、ね、でもそう思うと一番安定した現在過去未来っていう感じだよね、うん、かなちゃんはね、うん、どうかな、うん、いやいやお子さんのいる人たち、いやいやいや、ね、本野さんは私ね、うん、あのでも今まであんまり解散してからプリプリの曲とかあんまり聴いてこなかったのね、うんうん、だけど今回の再結成でやっぱりプリプリの曲すごく好きになったし、うん、これからは聴くようになると思うんだ。嫌いだったの嫌いってことじゃなくてなんかいろんなこと思い出しちゃって ね, ねでもピアノさ全然弾いてなかったんでしょ。そうね、その割にさ、ね、上手だよね。それはすごいと思う。どうして、ね、やる気だよね。ハノンとか全然やってなかったんでしょ。あの細かい話だけどさいやいややってないよ。よく手動くね、動くよ ね, ねそんだけ16年やってなくて ね本当にね。やっぱ M のイントロが誰よりもうまいと思うよ。いろんなカバーしてる人も聞いてるけど、ね、こうやってねメンバーみんな優しいですよねいやおだけてんのその気になるよね。あこちゃん、あこちゃん忙しいもんね。そのままあの別に先生業に、ね、そうね、ある意味ね、そうだよね、あんまり変わらないよね、そのね、ね、うん、オリちゃんは、え、オリちゃんは、オリちゃん、オリちゃんはね、でも私もね、あのプリンセスプリンセスをやったおかげでね、うん、またやっぱり音楽とは離れられないかなっていう気にはなったかな、うん。うんうんね、だから今後のね私たちにもぜひ皆さん期待していっていただきたいと思います、うんうん、じゃあもうあっという間に時間が来てしまいましたけれども、まあプリンセスプリンセスといえばダイヤモンド、ダイヤモンドといえばプリンセスプリンセスという感じですが、ダイヤモンドたくさん増えたね、あのこのこのね曲を作った頃よりも、うん、生きていけばさ、うん、ダイヤモンドぐらいこうダイヤモンドなものっていうのは増えていくんだなっていうのが最近いいじゃない。ね、これからもたくさん増え続けていくでしょう。それでは、最後の曲をね、ご紹介しましょう。じゃあ、あっこちゃん、ほれ、うるるして、はい、うるるしてないで。はい、うん、それでは最後のラストナンバー聴いてください。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。
お届けした曲はプリンセスプリンセスでダイヤモンドでした。5人揃って生放送でお届けしてきましたプリンセスプリンセスのオールナイトニッポンゴールド、もうお別れの時間ですね。早かったね、本当にね。なんか始まった時には大丈夫かって思ったけど、乗ってきた頃に終わりだね。なかなか楽しかったね。よかったよかった。さて、それでは最後はね、このジュディアンに乗っけていろんなお知らせ。まずはですね、12月23日24日の2日間東京ドームでのコンサート、このねコンサートの特別電話予約がこの番組終わった後すぐに始まりますので、もう一回電話番号だけあっこちゃん確認してみましょう。はい、 0570-084-632 0570-084-632です。はい、はい、たくさんお電話いただきたいですね。ぜひお待ちしています。はい、最後あとねメールもたくさんいただいています。息子が後悔するからプリプリのライブに絶対に行ってきてと言ってくれたのが嬉しかったですというラジオネームカズママさん、いいですね、などなどね、キョンちゃんファンの新潟のね方とかね、千葉県のねみっちょん、それからね相模原のスーサンライダーさん、それからねラジオネーム鈴月パンダさんなどなどたくさんね皆さんからメールもいただきました。こういう生のねメールも楽しかったし ね、いろいろなんか、昔より上手にできたんじゃないか。いや、おりちゃんがさすがでした。さすがだよ。おりちゃんもね普段使わない脳みそ使っちゃってね今頭の中まで大丈夫。いやちょっと今日ね寝らんないかも。帰って早くビール飲まないと。でも明日もリハだからね。明日もリハだ ね、どうしよう、明日のリハに行けるかな。織姫様なんだよ。あ、織姫様4月7日の七夕で。すごいですね、あこちゃんよく気がつきましたね、そんなこと。最後それずつね感想でもちょろりんとね言いましょうかね、あっこちゃんから。はい、本当に今日の生放送5人で、お届けできて楽しかったし、リスナーの皆さん本当にありがとう。そして私たちも本当に渾身を込めて頑張ります。応援してください。はい、はい、本当に起きてました。えらい。でも皆さんにね会いたいのでぜひコンサート来てください。はい、はい、最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。あと半年間5人で力を合わせて頑張りますので応援よろしくお願いします。中山でした。そうね、あと半年なので最後まで頑張りたいと思います。富田でした。はい、じゃあ最後この後夏フェスとかそれから仙台武道館東京ドームとコンサートが続きます。そして今年いっぱいで、プリンセスプリンセスは終わりとなりますが、またいつかどこかでねこのような形でお会いできたらいいなと思います。それではその日までどうぞ皆さんもお元気でコンサートで会いましょう。本当に今日は皆さん最後まで聞いてくれてどうもありがとう。楽しいいい時間でした。それでは最後プリンセスプリンセスにジュディアンに乗せてお別れです。どうもありがとう。バイバイ。私は忘れ